あ、今日私言いたいのは、あ、冷えてるから。だって今日はこんなに天気が急に雨が降ったもんね。調子が悪いのは急に台風が来たからじゃない。冷えた時に痛いのだから反対に。台風が過ぎ去って暖かくなれば自分の体調は戻ってくるんだよね、というふうに捉えることができます。昨日まで調子が良かったのになんで今日こんなに悪いんだろうと思い悩むのではなく、今日はとっても調子が悪いわ、冷たいもん、今日冷えたもん、ああ急に天候がこんなに悪くなったせいじゃないか、自分の調子が悪くなったのではない、天候のせいだから、天候が治れば自分はまた元に戻れるんだから、今日は少し5できるところを3に、今日は3に落とす理由がある、でもまた良くなるのだから、その時にはこうしよう、というふうに計画を立て直す。このようにしておくと、自分以外の要因によって落ち込んでしまったり、痛みが増強したことにくよくよすることが少なくなります。環境因子に左右されずに、自分自身の目標をしっかり持って、今日はこういうことだから調子が悪い、こういうことだけど調子がいいんだけど、オーバーワークを避けて自分自身のペースを守って生きる。そうすることによって自分の最終的なゴールに到達することができます。